者美琴、モデルの古川優奈、21、が26日、タレントの上沼恵美子と高田純次が司会を務める読売テレビ、上沼、高田の釘付けにゲスト出演。恋人とのおのろけ等を繰り広げた。番組では、月一回しか会えない彼氏と、毎日会いたがる、彼氏のどちらがいい、とのアンケート結果が、それぞれ 62% と 38% だったと、紹介した。格闘家の久村正史と、オープンな交際を続けている、ゆうちゃみは、月一は、少なすぎる。本当に付き合ってんの?って不安になる、と言い、私は週4とか5とか。毎日会いたい。元気もらえるんで仕事もガン、入るとのロケだ。14日のバレンタインデーには手作りチョコを送ったことも明かしたが、上沼から一番いらからんと嫌そうな顔をされ、なんでそんなこと言うんですか、と苦笑い。さらに、綺麗にできてるのに、一回鍋で溶かすんやろ?生クリーム追加したり。鼻くそ入れたりと畳みかけられ、鼻くそは入れないですと笑うしかなかった。それでも、上沼から、恋人同士やったら、何が入ってても嬉しいから。久村は喜んだ?と聞かれると、ポタルトケーキプレゼントして。手紙に、大好きってしょ、いてと、満面笑み。いやあ。盛り上がった?盛り上がった?と、さらなる追求を受けると、ラブラブですと白状した。ホワイトデーが、楽しみと言い、上沼が、ホテルの部屋取ってるんだよって言われたらどうすんのよと妄想を膨らませると、ゆうちゃみも、やばい。どうしようと手で顔を覆って照れていた。